なんか免許更新がね、できんかったんだよね。なんか11月に、大型特殊かなの、免許取りまして、では免許更新に行こうと思って、まあ、一応まあ私の会社がね、まあ一応サラリーマンでもやってるんで、木曜金曜が一応トヨタカレンダーで休みなんだよね。で、まあ今日木曜日だから、まあ免許センターやってるから、免許更新行けるなと思って、まあ1月4日でね、激混みの中ね、一応免許更新しに行ったんですよ。まあ免許更新というかまあ書き換えっつうのかな、大型特殊の免許をね、要は私は今持ってる中型免許と普通自動二輪のね、免許に付け加えてっていう感じで、大型特殊取りに行ったんですけど、まあ、これね、まあ、西尾自動車学校で取ったやつをね、持って行ってね、もう朝からね、並んでね、めちゃめちゃ激混みの中ね、すげえ混んでた。で、まあ、一応まあ、どんどん審査進んでって、最初手数料払って、で、その後、まあ、免許証見してとか言ってやって、で、その後まあ、視力検査やるよね。視力検査やって、で、視力検査終わって、で、まあ、証明写真撮るっていう段階のところで、証明写真撮るよね。証明写真撮るときに、なんかその、まあ、その係の人が、私がこう、まあ、右手骨折していることをね、気がついて、骨折してますね、みたいな。骨折してるんで、ちょっと、こっち来てください、みたいな感じで、なんか違うね、ところに、なんか通されて、で、まあ、いろいろ話をしていたらですね、こうなんか骨折してると、今日免許が、なんつうの、取得はできるんだけど、それちゃんとした形での取得はできないみたいで、例えば、今も私はこう親指が、折れてるわけなんで、まあ、折れてるわけなんで、だ二輪かな？二輪の免許に完全な形での二輪ではないらしいのよ。要は、私が今乗ってるスーパーカブの110だったら、まあ右はアクセルだけで、左のブレーキとフットブレーキだけなんですけど、まあ普通の、例えば普通自動二輪の2半とか400とかのやつって、だいたい右がアクセルとブレーキかな？で、左がクラッチ。で、右足が後輪ブレーキ、左足が、なんつうかな、ギアになる。わけなんですけど、要は右手が使えてない状態だから、そういう、まあ、操作ができないってことで、これはな、その二輪のところが限定がついてしまうみたいな。で、だから、その限定を解除するのにもう、もう一回ね、私愛知県民なんで、まあ、平張りの自動車学校行かなきゃ、自動車学校じゃねえや。免許センター行かなきゃいけないっていうことを言われまして、じゃあこれもう二度手間だから、今、その、免許更新しない方がいいっていうふうに、その段階でまあ言われてしまいまして、ちょっとね、免許更新だからしなかったんですよね。だから要は今は私今スーパーカブの110乗ってるんで、だからそれが乗れなくなっちゃうんですよね。今免許更新しちゃうと。で、もう私のね、次の、要は有給を使わずに免許更新というか、まあ免許の書き換えがすることができるのが、次5月のゴールデンウィークになっちゃうから、それまでスーパーカブ乗れなくなっちゃうから、それはちょっとまずいなってことで、じゃあわかりましたっつって、大型特殊のね、免許を付け加えずに、現行の免許の状態で、まあ、免許更新。免許更新というか、まあ、何もしなかったということだよね。免許書き換えれなくて、もうなんかすごいショックでしたね。まあ、結構ね、2時間半ぐらいかな。2時間半ぐらい並んでさ、ほんで、もうすごいやっぱ人なわけですよ。1月4日なんでね、平張りの免許センターやっぱすごいね、愛知県。愛知県民、人間多いからさ、本当に。で、トヨタカレンダーじゃん？みんな休みなんだよ、今日。だから、もうこの人、ここぞとばかりにみんな免許の更新だとか書き換えだとか来てて、すごい並んで、で、まあ、愛知県の、少子、まあ、手数料でね、お金払って、こう、どんどんこう、ゲートをくぐってってさ、で、視力検査して証明写真撮ってってやってさ、最後の最後でなんか、いや、ちょっと今のままで更新しない方がいいですよ、みたいなこと言われてさ、それじゃあスーパーカブ乗れないですよ、とかって言われて、あちゃーと思ってさ、もうなんかショックだった。で、ちょっと一個だけね、なんか腹が立ったのがね、いや、これ来る前に電話してくれれば教えてあげたのに、みたいなことを言われまして、なんかね、いや、それは違うだろうと思って、まあ、私のね、このプライベートの性格をね、知ってる人はね、まあ、ご存知の通りですね。まあ、結構器用なね、人間なわけです。だからそこでね、こう特に何も、ああ、まあそうっすね、みたいなこと言って、適当な感じになってこう流れされちゃったんだけど、あったと思い返すとね、いや、聞けばよかっただろうじゃねえだろうと思って、そこまでにさ、いろいろなこう、なんつうのかな、ゲーとかたくさんあってさ、で、ここの人、ああ、あなたはこっちです、あなたはこっちですとかっていう人もいたりさ、ね、手数料払うところでもさ、このギブスつけてるの見てるわけだからさ、いや、せめてね、受付の人もまあ一応プロなわけなんだから、お金もらってるわけなんだからさ、ね、ボランティアだったらね、しょうがねえかってなるけどさ、あの人たちもプロなんだからね、お給料もらってやってるわけだから、せめて気づいてくれよと思って、もういくつもゲートをくぐっていって、最後の最後の証明写真のところでおばちゃんにね、それもまあおばちゃんだよ。
もう、あれ多分警察官の人じゃないよね。多分ジムの人だよね。ジムのなんかおばちゃんに、あれっつって、こっされてますねっつって。逆にあのおばちゃんに気づかれなければそのまま更新できたんじゃないか説っていうのもあるんだけど。だからね、これはね、結構ね、まあ皆さんこれ見落としがちかもしれないですけど、気をつけた方がいいと思いますね。で、後でね、ちょっとネットで検索してみたんですよ。じゃ、これ足骨折してたらどうしたらいいんだろうなと思って。足骨折してた場合はね、例えば左足骨折してたら、要は自動車のマニュアル運転できないじゃん。だから、オートマ限定になっちゃうらしいんですよ。免許更新するときに。だから、それだったら、もういっそのこと、どうせ骨折してて運転できないんだったら、まあ、免許更新せずに、で、半年以内だったら、なんか無条件で、なんつうのかな、再発行というか、免許を再発行できるらしいんですよ。ちょっとこの辺はね、ちゃんと調べてほしいですけど、まあ、私はこう、確証を持ってないですけど。だから、まあ別にもう骨折してるからさ、免許証、まあ別になくてもいいっちゃなくてもいいわけだから、まあ身分証がなくなっちゃうっていうのはちょっとそれ怖いけれども、まあだからそうやったらその、要は免許更新せずに1ヶ月経って失効しちゃったとしても半年以内だったら、なんかね、無償で、まあ無償でってわけじゃないかもしれないけど、まあ特に何もなく、試験とか何もなく免許更新できるらしいんでね。だからそういうことがあるんだなと思って、これはちょっとね、事前に調べておくべきだったなと思って、やっぱ、まあ、これぐらいだからさ、別に車の運転今でもしてるし、仕事でね、運転してるから別に何の問題もねえだろうと思って、大型特殊の、追加で行ったんだけど、まあ、ショックだね。なんかね、年明け早々からちょっと、なんかナイーブな感じになっちゃいましたね。もう午前中無駄にしちゃったよって感じで。で、ね、まあ、明日なんだよね。明日というか、まあ、金曜日。金曜日に、1月2日の金曜日にね、このギブス取れるんで、もうね、で、ただね、それ取れるのが午後なんだよ。で、午後の診察だから、間に合わないんだよね、平張りまで。間に合わないから、もうしょうがないなと思って、もう次、大型特殊の免許書き換えできるのが、まあ、ゴールデンウィーク。ね、長いね、5ヶ月後。もう誕生日来ちゃうって話なんですけどね、本当に。まあだからまあ、それまで免許更新せずにって感じで。一応ね、これ見たら、10月までね、一応、まあ、有効期限があるので、この、要は卒業証明書のね、有効期限が10月まで有効なんで、だからまあ、そこまではなんとか、まあ我慢して、まあ免許更新しなくてもまだ大丈夫なんで、ちょっとまあなんとかそこまで耐えたいなーなんていうふうに思ってますね。まあということでね、まあぜひ皆さん、ちょっと本当ね、気をつけてください、これは。骨折してたりね、体が要は完全な状態じゃない状態で、免許更新行くのはちょっとおすすめしないですね。時間の無駄ですね。だから本当に、まあこれはちょっと気をつけてくださいというか、まあ私もね、まあ今後もしそういうことがあればね、ちょっと気をつけようかなと。思います。ということでね、まあ、残念ながらね、まだ大型特殊の免許、私の免許証に入ってないんでね、大型特殊の免許が免許証に入らないことには、なんつうのかな、車両系、建設機械の講習だとか、講習作業者の講習だとか、解体の講習とか受けれないから、まあ、ちょっとね、時間はかかりそうかなと、思います。ということでね、本日は以上になります。また、金曜日、外れますんでね、ワクワクですね。はい。それじゃあ、バイバイ。